ップのプープープー。皆さんこんばんは、まいです。ヨンです。ダリオフセチェリップです。さあ7月1日チェリップのプープープー始まりました。始まりました。この番組は休日のひとときをあなたとチェリップでつぶぶっと過ごす番組です。はい、今日のテーマなんですけど、うん、空模様ということで、いつぶさん、うん、この空模様という一言について、うん、ちょっと一言いい感じのお願いします。雨模様、いや、そういうことじゃないの。いや、まあまあいいでしょ。なんて言った、なんて言ったの。空模様、空模様って何。まあ空の様子ってことです。あ、じゃあ合っとるわ。今日そうだ。いや、限定すぎでしょ、雨だけに。いいでしょう。いやでもね、なんでこのテーマを選んだかっていうのは、うん、番組を通して聞いていただくと分かるかなと思いますので、うん、皆さんぜひ今日も最後までよろしくお願いします。始まりました。このコーナーはですね、うん、もう新旧古い新しい関係なく皆さんからおすすめしていただいた素敵な曲を聴いて、うん、チリップのこれからの活動に生かすため勉強していこうじゃないかというコーナーであります。そういう話や。で、皆さんからのメッセージがこうみんなでこの曲どんな曲かなっていうふうに考えれるように、うんうんうん、ちょっと隠しながらね、徐々にヒントを出しながらメッセージを書いていただいてますので、うん、ぜひラジオの前の皆さんも、うん、今日紹介する曲どんな曲なのか何の曲なのか考えながらね、当てていただければいいなと思います。はい、では今日このコーナーにメッセージを送っていただい いただいたのは、うん、ラジオネームふるさんです。あざす、ありがとうございます。雨が好きだけど星空も好きな矛盾しまくりなまゆ様、はい、雨が嫌いなみお様、スタッフの皆様こんばんは。ばんばん、こんばんは。ふるでございます。お、雨が降りやすい季節、7月です ね。 そうだね。さて早速ですが、今月リクエストした曲を歌っている方の紹介をします。はい、花の82年組の一人です。これやっぱお父さんお母さん世代の方とか、ね、これで結構絞れてきたんじゃないですか。1982年にデビューされた女性の、1993年に発売された34枚目のシングルになります。34枚か、すごいな。チリップの7枚目が可愛く見えるな。どんだけ、めっちゃ出すじゃん。デビューはスター誕生という伝説のオーディション番組に合格し、アイドルとしてデビューします。そうか、ここら辺の話は私よりも母上や父上に聞いた方が詳しいかもしれないので割愛します。かっこ笑い。そしてデビュー後歌手のみならず女優演出家等もしています。うん、そうだね。あ、そうなん、演出家は知らなかった。確かに演出家は知らなかった。若い頃はラジオパーソナリティとしても活躍されてました。そして今回のリクエスト曲は自ら作詞も手掛けています。へー、そうなんだ。そしてこの曲の作曲は坂本真綾さん、ミオンが好きな、あとネギコナオちゃんも好きな、あの声優アーティストさんなんですけどの楽曲を手掛けることも多い鈴木陽子さんで、コーラスにも参加しています。へー、そうなんだ。マルチに活躍されている女性ですが、今年活動開始35年、御年なんて51歳だって。見えませんね。ですが精力的に活動をしています。うん、チェリップも長く活躍してもらいたいと思っております。それでは毎度ながら話は長くなりましたが、よろしくお願いいたしますとメッセージをいただきました。ありがとうございます。こんな感じだったんだ。すごい、なんかちょうどこの前チェリップカーの中でこの方の話したね、話が出てた。もうめっちゃ大好きだから前、まあ、前は顔ファンだったけど、もともと顔から顔から入ったってか、女子女優から入っただけ、つまりは新しい言い方。顔ファン、顔ファンから入ったからね。当時の人、世代じゃないけど顔ファンっていうね。でもめっちゃ可愛いよね。だっても今でもうまい、1位2位争うぐらい可愛いと思うもん。いや、マジマジマジ、それは相当ですな。あの前の、あ、似てるから、あの好きな女優2人とも似てる。めちゃくちゃ可愛い。もう、じゃあちなみにもうヒント、みんなにヒント、もう一人の似てるその女優さんは誰なの。長澤まさみ。
あー、まあこれは結構いい、もう、もういいヒントですよ。なんかちょっとまあそんな感じだよね。うん。もうすごいよね。確かにそうなんだ。てかもう51なんだ。見えないよね。リビリングだな、それは。しかも35年か。長えな。マイたちと30年。めっちゃ。そうだな。出してるし。すげえな。信じられんわ。なんか、あれ、なんかちょっと次元がさ、やっぱ違って。確かにな。違うな。ちょっと驚きを隠せません。知らないことばっかりだってな、結構。でもみんなもうなんかなんとなく分かってんじゃね？こんだけ有名な人。ここまで行ったらね。確かに。まあ、スター誕生というやつで分かるんじゃない？し、もう82年。組だからね。組っていうのもだし。1993年リリースだったから、まゆが生まれる？1年前。の曲か。そう。わろた。すごいね。わろた。わろたじゃねえよ。で、TBS のドラマの、愛するということの主題歌になりました。うんうんうん、で、オリコンチャートでね、この曲は工藤静香の、同国、うん、難しい名前っていう曲に、阻まれて2位になっちゃったんだけど、うんうん、あ、そうなんだ。累計出荷数では143万枚。もうミリオンですね。すげえな。突破した。すごい曲ですよ。そうなんだ。ちょっと聞きたいな、これ。わかんないから、パッと名前だけ聞いても。でもセルフカバーもしてらっしゃったりとか。あ、これはそのさっきのコーラスでも参加してる鈴木陽子さんがセルフカバーをしてるっていう。へー、だから長くすごい愛された。そうだね。曲ってことだね。確かに。すごいな。カバーもすごいいろんな人がしてる、ね。だって名前よく聞くもんね、この曲名。うん、確かに。だって、広瀬香美って書いてあるよ、カバー。へぇ、ね、めっちゃビッグな人カバーするじゃん。うん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 。へぇ、だから今聴いても色褪せないと。うん。そういうことだね。すごい曲ですよ。確かに、確かに。なんかやっぱ、レジェンドって感じはしますね。もう大先輩って感じです。やっぱり。一番かっこいいと思うもん。この年代で。いつぐさんも、かっこいいと、そしてかわいいと。女優のこの人をご利用し。大絶賛の、この曲、早速、紹介をしていただこうと思います。いつぐさん、お願いします。今週の第1位優しい雨、小泉今日子。チェリップのプープーはいよ、皆さん素敵な曲で眠くなってませんか？起きてくださいよ。これからは皆さんからいただいたメッセージを読んでいこうと思います。はい。ラジオネーム、シャンシャインシャンシャインサンシャインキースイドさんです。ありがとうございます。みおさん、まえさん、はじめまして。はじめまして。24日エッセイさんでのライブイベントに参戦しました。私がこの、あれだね。そうそうそう。はじめましてって今書いてくれたけど、うんうん、ラジオではって感じ。ラジオではってこと。そうそうそう。サンシャインいるもんね、いつもね。うん。私がこのイベントに行ったのは主に、葵さんとのトークを聞くためでした。とても面白くてあっという間の時間でした。ね。そもそも私がチェリップさんに関心を持つようになったのが、ラジオプロネタリウムがきっかけで、その後、いえ、その後、調布、調布FM のビューさん、を聞くきっかけで、あ、間違えた。聞くようになり、さらに、彩香さんとのマズレな危険に参加しました。つまり、トークが面白くて、チェリップさんのイベントに参戦するようになりました。わろた。やばくね。このように、チェリップさんに関心を持つようになったのが、こんな入り方は邪道なのかなと思ってみたりもするのですが、どうですか？いや、全然いいよ。もはやいいよ。チェリップさんの持ち歌を生で聞きたいのは、先週のエッセさんのイベントが初めてで、歌も気に入りましたが、トークイベントはこれからも続けていってもらいたいです。よろしくお願いします。だって滑舌が甘々ですけどね。お願いします。お願いします。だっていや、思いは、あの、勢いは伝わりましたけど、勢いだった、ね、いや、トークイベントはね、うん、あの、こんな感じで二人永遠に喋れるんで、そうだね、やりたいんですけど、うん、あの、県外でやると場所がね、やはり
割とその問題があるね。チリップの話だけの需要ってなかなか、それ、まあ、サンシャインくんみたいに気に入ってくれる方がもうめっちゃたくさんいればありがたいんですけど、ね、どうしてもこう県外で遠征して、うん、あの時間があるとライブになっちゃうので、そうだね、それこそ地元の定期公演に来ていただけるといっぱい基本喋ってますので、ね、はい、あのすごい面白いかなと思いますし、うん、チリップのプププも結構長くて、ね、歴代で、ね、あの公開生放送とかね、公開収録みたいなのをしたこともありましたので、うん、そういう企画が立ったらぜひ来ていただけると、うん、このよかったら滑舌の悪い、うん、娘たちの、うん、もうお前は割といいけどな、しっかりしたけどな、なんとも言えぬお話ですが、うん、楽しんでいただけるなら頑張ってやりたいと思います。お話しようと思います。いやでもこれでいいって言ってくれるっていうのはすごいありがたいよね、はい、いやありがたい、そして優しい、こんな感じなのにいいんだみたいなそれね、こんな滑舌やばいのにいいんだみたいな、うん、もういいんじゃない、もうもういいんじゃない、もう分かってるでしょ、だってもう分かってるよね、分かってるでしょ、聞いたなら、もうこのラジオを聞いてる人、うん、だいぶ諦めてる部分も、うん、あると思うからね、ほんとほんと、これからもこの感じにお付き合いいただけるとありがたいなと思います。うん、ありがとう、ありがとう。そしてラジオネーム関西ちゃんです、ありがとう。まゆさん、みよさん、こんばんは。こんばんは。25日大阪で行われ、大阪で行われたアイドルカーニバル in 大阪の2部に行きました。ありがとう。ライブおよび物販チェキ会と楽しい時間をありがとうございました。2曲目に歌ったあなたへで会場の空気を変えていくのが見えて鳥肌が立ちました。皆さん2人の歌声に聞き入っていました。チェリップに釘付けにさせての次のチェンジザパワーでステージを盛り上げていったのが素晴らしかった。また会える時を楽しみにしています。だってありがとう。おー、めっちゃ褒めてる。いや、あの元ね鳥取のダイヤモンドで、うんうんうん、今は東京に出て全力少女 R として活躍している、ね、うん、山下春日ちゃんが、そうそうそう、7月2日ですね、もう卒業するということ で、うん、でそのあなたへ霞バージョンを、そうそうそう、あので春日に向けてね、そう歌ってたんですけど、本当、ね、いやなんかね、これはなんかちょっと物販でもこう話せた人に話したんですけど、こうチェリップがこうすごい仲良くしていただいてて、うん、ね、確かに、で話すごいめっちゃ話せる、うん、アイドルさんってそんないっぱいいないんですよ、まだそこから。でさらにミオンと同い年の21歳のアイドルさんって、うん、全然いなくて、だからスキューティーのカイちゃんとか、うん、それこそハルヒくらいしかいなかったので、なんかその曲のイントロ中に、うん、確かにハルヒに歌いますって歌ってじゃない、喋ってたらすごいなんか悲しくなっちゃってみよう。もともと悲しかったんだけど、うん、でうまくこう最初の方とか歌えなくて、うん、どうしようと思ったけど、でもそのいつもミオンもらい泣きするタイプなんだけど、全力少女アルさんのファンの方が泣いてるのを見て、うん、逆に、うん、これ今はちょっと自分たちがやめとこうってなったな。そう、主役でもないし、めっちゃ面白いな、お前もらい泣きするタイプっておもろい、やばいやばいと思って、うん、ここはちゃんと伝えるのに徹しようと思ってみよう。でも泣いとるの見て我慢できたの受けるな、逆に。なんかすごい珍しくてミオンにしては、あ、良いこと良いこと、あそこで泣くより良い良い良い、やばいやばいと思って、うん、すごい焦ったけど、うん、でもなんかそういうのもあって、うん、いつもあなたへ歌うのはすごい大切な素敵な曲だから、うん、そうだね、力が入るけど、さらにこうグッとね、うん、思いが乗った分、なんかそうだね、パワーがあったのかなと思いまつるね。春日もいたしな、な、聞いてたらしいしな、で後ろで見てくれてたってつがいとったしな、な、言ってたな、ありがてや、ありがてや、ありがとうって。いやなんかすごい、なのでその全力少女、うん、アルさんのファンの方が泣いてくださったりとか、うん、そうやって空気がね、一気に変わったっていうのは、うん、ステージに立つ演者としてすごい表現できたなっていうことだなって。嬉しいことですね、良いことですね、嬉しいことだなと思うので、うん、確かに、なんかこう言っていただけると嬉しいね。しかもチェンジザパワーも眉の喉の不調でしばらく歌えてなかったの、ここで久しぶりに歌えたので、そうそうそう、さらにこうパワーが出たというか、うん、楽しかったなと思いますね。いろんな界隈の方が、すごい久しぶりに会えた方とかも結構いて、この方、いっぱいいたよね、マジで、ね、すげえいたよね、なんやねん、すごい、本当にいろんな意味でこう楽しくて、ね、なんか続けてるのってやっぱ
意味があるんだなと。確かに。ユンたちはしみじみと感じておりました。そうですね。で、ホリデーさんがね、そのライブハウスの。そうなんだよね。ホリデー大阪さんも7月の7日だったっけな。そうそうそう。で、閉館されるということで。そうそうそう。こう、ステージに対する演者として、こう、そのステージが一つなくなるっていうのは、うん、あんまり実感が湧かないんですけど、ね、でもやっぱ寂しいことなので、うん、それも。なので、もうその時、だからこの前のライブが最後だったので、そこに行くのね、うん、そのライブハウスさんへのね、うん、感謝の気持ちを込めて、うん、すごい皆さんのおかげで素敵なライブができたのではないかなと思っております。ね、ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、でも、新曲をね、そうだね。今日発表したのか定期公演。うん、そうだね。今日、これって恋だと思うんだの方、ハテさんのエピソード方を発表して、チェリップまだまだこれからいろいろと始まっていきますので、うん、そうそうそう、皆さんぜひ応援をよろしくお願いしますということで、1曲目と打って変わって爽やかな、晴れやかな曲を流したいなと思います。スキマスイッチのボーカルの大橋拓也さんの曲で、始まりの歌、聴いてください。どうぞ。せーん。さあさあ、明日、気合入ってますよ。いや。ガイナーレ鳥取さんのホームゲームに、行きまーす。イエスさあ。第15節は、なんと、お昼3時から、キックオフです。鳥下で、うん、アスルクラロ、沼津さんとの試合で。難しい名前だ。難しい。難しい。私たちの滑舌には非常に厳しい、ネーミングの、そうね、あのチームなのですが、うん、かわいい名前、一生懸命皆さんと一緒に応援できたらいいなと思っておりますので、ね、ぜひトリスタに集合お願いします。そして来週の土曜日なんですけど、うん、こちらも燃えておりますリベンジです。タワソニー26、あの江ノ島の海の家でまたライブさせていただきます。去年は雨でライブできずに、もう1年前か、美味しいものだけ食べてあやちゃんと盛り上がって帰るという、いいとこだけ撮って帰ったな。私たちにとっては神夢だったんですけど、まあね、ライブもそうだからしたいなということ で、うん、でしかもこちらでこれって恋だと思うんだの、うん、フルバージョンは、ね、を初披露ということになっておりますので、ぜひ皆さんお集まりいただけるといいなと思っております。詳しくはどうやったらわかりますか、チェリップと検索してください。皆さんどうぞよろしくお願いします。ということで明日も頑張らねばなりませんので、そう、ね、今日はこの辺で寝たいと思います。せーの、おやすみなさい。まいです。ヨンです。とりあえずチェリップでした。バイバーイ。